どうも、ユナイトのジュンさんとアイコです。今日はですね、前回の報告から2ヶ月経ちました。あとコンテストまでね、1ヶ月ちょっとに迫りましたので、で今の状態を報告したいと思います。おう！さあ、前回が3月だったよね。はい、はい。そこから2ヶ月経ったんですけれども、まあ、今どんな状態なのかっていうのをね、聞いていこうと思うんですけれども、この2ヶ月どんな感じで過ごしましたか？そうですね、前回の時はダイエットしてるとは言っても結構エネルギー満タンで元気いっぱいだったんですけど、だいぶ疲労が溜まってきました。筋トレしてても前回の強度をこう上げられなくて、もうセット数を増やしてでも強度は必ず上げてはいるんですけど、マックスを超えられなかったりとか、はい、結構疲れてきたので、ケアはストレッチとかマッサージガンを使ったりとか水素吸入したりとか、結構ケアでなんとかなんとか毎日過ごしているような感じです。まあ、ここまで来るとね、まあ、一般的なダイエットを超えてですね、まあ、減量ですよね、まあ、健康のっていう範疇から少し飛び越えていく必要があるんですけれども、そうなってくるとね、やっぱり脂肪が落ちてくると関節の中の脂肪も取れてきます、うん、ね、で筋トレしててもね、怪我がしやすくなったりとかするんですけれども、うん、まあ、怪我はどうでしょうか？いや、怪我はないんですけど、やっぱりちょっと疲れは出てるので、まあ、手首だったりとか膝だったりとか、その疲労から来る痛み、あとそうですね、うん、そういう痛みをたまに感じるので、なのでもう筋肉をほぐしてほぐしてやってるような感じですね。はい、なかなかね、ここまで来るとね、疲労が抜けなかったりするんだけど、まあ、疲労、疲れ具合どうですか？疲れ具合は疲れてますなので睡眠は取るように気をつけてますね。そうですね、まあ、こう疲労をね、取るためには糖質をできるだけね、トレーニングの後に早めに取る必要があったりとか、しっかり量を取る必要があるんだけど、だいぶね、糖質の量も減ってきたと思うんですけれども、今具体的にね、どんなことやってるか聞きたいと思います。はい、食事ですけど、一番初めの、ダイエット減量に入る前は朝昼晩で 250g ずつ取ってました。で、2ヶ月後の、前回の3月の時は、カンペ見てもいいですか？朝昼 200g で夜 150g でした。そして今は朝昼 100g ずつ、そして夜は 50g、 夜の 50g、 こんなちょっとですけど、でもそれを噛みしめてます。はい、食事はそんな感じですね。なるほど、うん、まあ、去年が、多い時 250g だっけ、一食、うんうん、ご飯がね、朝昼晩250、250、250みたいな感じで結構取ったんですけれども、まあ、そこがね、今は朝昼で100、100、夜が50と。ただですね、僕もやってるんですけれども、ご飯が少なくなってくるとかなり寂しいですし、食べた感じもしない、すぐ空腹感も出るので、ちょっとユナイト流のね、テクニックがあるんですよ、うん、ね、ご飯 50g の時のテクニックなんかないでしょ。50g の時のテクニック、卵のね、うん、卵の、卵を1日全卵1個取ってるんですね。その時にもう卵をもう一生懸命溶いておいて、でそこに少量の白米を入れて、さらにかき混ぜて、でまあ大抵朝昼とかだと前日の冷やご飯なので電子レンジで温めるんですけど、タンパク質なので卵がこう膨らむんですよね。なのでちょっと量が多い感じがして満足感が高まって、はい、150ぐらい食べた気持ちで食べてます。そうそうそう、これで実際やると本当おすすめなんですけど僕もね、減量の時よくやるんですよ。ご飯 50g とか 100g ってすごい少ないですよね。でそれを卵しっかりかき混ぜて、ポイントはね、しっかり熱を通すことなんですね。でタンパク質が膨らんで、しかも固まるので、まあ、噛み応えもあるし、見た目もすごく豪華になるんですよ。でうちの場合はそこにね、納豆をかけて、納豆を上に乗っけて食べるので、うん、結構食べたら気になるんですよね。あ、しかもそこに私は大抵海苔とか、はい、あとまあ海苔じゃなかったら水で戻す海藻とか入れるので、それでまた満腹感ちょっと増えてますね。はい、本当ね、ダイエットを超えて減量まで厳しくなってくると、そういったテクニック、見た目のテクニックもね、使いながらやっていくといいかなと思います。それではですね、前回から2ヶ月、初回から4ヶ月経ったんですけれども、その変化、数字的な変化はどうでしょうか？
数字的な変化はダイエット始める前は 58.5 キロから始めました。で、前回の3月2ヶ月経った時は 57.3 キロでマイナス 1.2 キロ。はい。そして今回体重は 54.8 キロ。はい。一番最初から比べるとマイナス 3.7 キロになりました。いや、まあダイエットしてるとね、3.7 キロって聞いたらそんなに大きな落ち幅じゃないかと思うんですけれども、もともと彼女がね、脂肪がそんな多くない状態で、少しずつダイエットして、そして絞りに入ってきてるので、結構ね、見た目であるとか顔がね、見てもらえると分かると思うんですが、だいぶね、ちっちゃくなってきて、やっぱりね、僕彼女も今40前30、今年8になるんですけれども、だんだんね、やっぱりこう最初はなかったんですけど、少しずつね、シワも出てきます。これしょうがないんですよね。健康的にもダイエットね、ただ体を少し引き締めるぐらいだったらもちろんなんないんですけれども、コンテストで勝てるレベルまで持ってこようと思うとね、どうしてもそこまでなってくるというところです。本当、この2ヶ月結構グッときましたね。はい。うんうん、じゃあね、僕らがうだうだ言ってもしょうがないんで、見ましょうか。お願いします。はい。では、行きますよ。行きますよ。よし、ではお願いします。はい。こんな感じです。はい、はい、ちょっとね、まあ、座って見てると分かりにくいんで、一回立ってみましょうか。はい、うん、あと正面からね、こんな感じです。はい、そして横向いてね、はい、こんな感じです。どうぞ座ってください。はい、こんな感じの厚さです。はい、まあ、ここにね、今写真出してるんですけれども、まあ、だいぶね、以前と変わってきましたよね。さあ、今ね、こんなウエストですけれども、どうですか、マリコさん。本当に、顔もすっきりしたのもあるんですけど、お腹もこの2ヶ月でだいぶカットが出てきたなと思います。今見えないんですけど、こういう内ももの方向筋とかも、ポーズ取るとちょっと見えるようになってきて、はい、嬉しい。いや、これはね、女性だったら分かりますよね。いくらコンテストのために増量しててもですね、やっぱりだんだん見た目が変わってきたりとか、好きなお洋服着れないとかになってくると気持ちが下がってきますよね。でも体が締まってくることで、もともと彼女はタイトなね、マーメイド系のワンピースとかすごい好きだったんですけれども、それがだんだん着れるようになってくると、うん、はい、なのでね、かなりこう洋服も似合うようになってきて、かなりテンションがね、上がってきますよね。はい、楽しいです。はい、ただですよ、今からですね、あと1ヶ月後には、はい、まあ、今からね、減量から絞りという段階でコンテストに勝てるレベルまで体を絞っていくので、ここからはね、立ちくらみがしたりとか、少しね、ご飯食べれなくてエネルギー不足になったりとかするんですけれども、まあ、この1ヶ月どんな感じで過ごしますか。そうですね、今の、筋トレなんですけど、まあ、筋力トレーニングはずっと変わってなくて、頻度も強度上げるように毎回追い込んでいて、で、有酸素運動が前回の時週1回、まあ、30分くらい走ってる程度だったんですけれども、今週、5回、そう、うん、先週まで週3回で、まあ、今週ぐらい、そうですね、うん、週3回で今週5回に変えました。で、週5回でやっていくんですけど、今回体重が 54.8 キロだったんですけど、まあ、来週くらいには 54.5 は切りたいので、もしその54.5 が切れなかったら、まあ、有酸素運動を週7でも、あと食事も、糖質を朝昼100とっていうところをちょっと50にしたりとか、ちょっとさらに減らして、もうパリッとなるように、当日まであと1ヶ月ですしね。そうだね、まあ、やれることはやっていきます。はい、まあ、糖質ね、53キロで最も絞れた状態ぐらいまで持っていけるといいかなと思うので、あと脂肪でね、あと 1.5 から 1.8 ぐらいまで、落とせると最高だ ね。筋肉落ちないように、はい、うん、じゃあ皆さんもですね、愛子さんが、すごいいい体で大会に臨めるように、ぜひですね、応援していただければと思います。お願いします。はい、あと何か言っておくことありますか。とにかくやれることはやります。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、はい、それではまた、次回はですね、コンテスト直前の体を披露したいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。その時はポージングをね、ちょっと、まあ、軽く披露しようかなと。あんまり細かくやっちゃうとね、もったいないですから。はい。はい、で、そしてその後にですね、コンテスト後の、またね、レポートしたいと思いますので、楽しみにしてください。はい。
では今日はこれで終わりましょう。はい、はい、それでは皆さんまたねー。